ようこそ,うこそナシフ今日は北陸電力の話題です日本の充電力の中では2番目に小さい会社なんですけれども、うん、最近ちょっとニュースになったんですよ最近電気料金上がってるじゃないですか燃料費調整制度っていう制度で上がってるんですけれども、うん、実は北陸電力この2月に上限に達してしまってこれから燃料が上がっても電気料金上げられないんですよ。うん 上げるためには経済産業省に申請しないと上げられなくなっちゃってていろいろ苦しいことになってしまうとね他に3社も3月には上限に達するって言われてるんですけれどもね<ー>そういうことなんですけれども国力電力どんな会社なのかなっての見ていきたいなと思います。 先ほども言いましたように、はい、一般電気事業者いわゆる重電力の中では、沖縄電力に次ぐ小規模な会社なんですよ、うん、供給区域なんですけれども、富山県、石川県、それから福井県の半分、ここに電気を供給しています。うん、電源もいろいろ特徴があるので見ていきたいんですけれども、はい、かつて、<う>エンロンが買収を検討したこともあるんですよ、20年前、アメリカにあった会社なんですけれども、これが、ね、買収しようと、2>, 2月に燃料消費税制度上限、これも先ほど言いましたね、それからこの会社、関西電力と中部電力の間に、ね、翻弄されてきたという歴史もあるんです。 と,<ー>という意味で見ていくと非常にトピック多い会社なんですよ。はい 株価と業績見ていきたいんですけれども直近10年では2015年ピークだったんですけれどもそれ以降株が下落傾向にありますただ2006年から1年にかけてさらに高い時期もあったんですよ一番高いところですよね確かに株価下がっちゃってるなっていうところ気になるんですけれども業績見てるってそこまででもないんじゃないかなって気もするんですけれどもちょっと見ていきましょう総販売電力量2020年度は325キロワットアワー2019年度は306キロワットアワーなんで増えてるんですよしかもよく伸びてるのは卸電力供給ってことで10キロワットアワーも伸びてるんでただそれ以外も結構伸びてるんでいっぱい電気売ってる なるほど株価にしては全然伸びてるんですね売上高見ましても2020年度6394億円これに対して2019年度6280億円なんでこの売上も伸びてます、うん、そして連結経常利益なんですけれどもこちらは2020年度123億円だったんですけれども、はい、2019年度232億円あったんで、うん、結果的に見ると増収減益になってるんですよね、うん、なんで減益になったかっていうと、はい、2020年度冬市場価格高騰ちょうどこの時期にたまたま火力発電の補修がぶつかったり水力発電いっぱいあるんですけど渇水だったんで電気が使な れななかかったんで市場から電気買わきゃいけなないいかなってて、ね、<あー S 1> 結構影響してますねいろんなことが重なっちゃったんですねそうなんですよただ2021年なんですけども、はい、予測してまして総販売電力量325キロアッツはいうん、売上高5200億円で経常利益100億円というのを最初に予想してました、はい、確かに売上高だけ見ると実は減ってるように見えるんですけれども再エネ賦課金がなくなってるんで会計の変更があってそれだけで1000億円以上減収になってるんで、うん、そこは気にしなくていいのかなと実は2021年と第二四半期の決算すでに出てまして、うんはい、情報修正してるんですよ総販売 電力量三百四十キロあったわ。増えてますよね。はいうん、売上高だから五千八百億円。これも増えてます。ただ残念なことにケージ上で下方修正してまして五十億円と半分に減っちゃったんです。半分<ー>。何が影響してるかっていうと、はい、石炭価が上昇してるんですよ。それは影響したんですね。電気料金上限達してるって言ったりじゃないですか。そうですね。石炭価が響いてるんですよ。<ー>北陸電力どんな電源構成か見ていきたいんですけれども、二千十年度と二千二十年度それぞれ出してるんですけれども四、うん、分の一水力なんですよ。そうですね。水力発電の割合高いですね。他社に比べても非常に水力 多いという意味では非常にいい資源持っているというところなんですけれども一方石炭火力も結構多いんですよねこれがちょっと足引っ張ってるかなというところもありますただ電源構成としては実はこの石炭火力2号機これ運転させまして大体そこで北陸の需要を賄えているのかなというところあります加えて LNG も使いたいんで2018年に LNG も運転させてるんですけれどもじゃあ原子力何だったって話になりますよねはいそうですね実は2011年3月東京電力福島第一原発事故この後出火原子力1号機2号機あったんですけど動いてないんですいまだに再稼働してないじゃあなんで電気され 出るんだと、はい、実はこの歯カ原子力、うん、かなりの部分を関西電力と中部電力が売ってたんですよ。ということはそこを売る分ちょっと今売れないからってことで止めていくととりあえず地元の電気なんかなんとかなっちゃうかなというところなんですよね。うん、で面白いことに、はい、2021年3月この時に関西電力と中部電力は自給契約打ち切ったんですよ。うん、どういうことかって言いますと、はい、動いててててなくても原子力発電所って契約してるから維持費かかりますよね、うんうん、そうですねこの先動くかもしれないからとりあえずその維持費のお金ちゃんと払いますよって契約 あったんですようん、うん。そこの収入があったんですね。ですから、申請の後10年間は電気全然買ってないんだけれども。はい、関西と中部はお金払ってたんですよ。北陸に。うんうん 逆にそうでもしないと原子力発電所の本当に不良資産になってしまうんで、うん、北陸電力としても苦しいところだったんですけれどもね、はい、そんなことはありました原子力計画もう一個あったんですもう一個2003年に計画凍結になって鈴木原子力ってあるんですけれども、はい、これ実は関西電力と中部電力の共同開発だったんですけれども、うん、実際にたくさんお金出して一番電気買うのは関西電力と中部電力なんですよ、うん、じゃあ北陸電力どう思ってたかっていうと、はい、北陸電力の社員実際聞いたんですけれども実は、ね、みんな誰一人としてこんな綺麗な海に原子力発電所を作りたいなと思ってないんだよと、うん、せっかくの綺麗な海 そうなんですよ。実際地元にもすごい反対運動もありましたし地元の声になかなかなされなかったこととそれから電力需要が思ったほど伸びてなかったんでこの計画は2003年凍結したってことになってるんですけどもねそういう意味で言うと関西電力と中部電力翻弄されたそういうところもあるなというところです。次見ていきたいんですけれども円論の買収の話もちょっとしておきたいんですけれども2000年当時アメリカの総合エネルギー会社円論日本へ進出狙ってたんですよそうなんですね。その中で日本の電力会社買収してもいいんじゃないかって実際検討してその一つが北陸電力だったんですよ ろいろ設に余裕ありましたし、はい、そういう意味では魅力だったんですけれども、うん、実は原発、しか原子力を持っていたんですけどもそこをリスク要因だと認識して結局買収しないと判断したんですよね。はい ただ、エンロ2001年には経営破綻するんですよ。はい、あそうなんですね震災後なんですけれども、はい、電気料金、もともと比較的安かったということもあったし、うん、原子力依存も実はそんなに高くなかったんで、震災以降、目立った値上げしてないんですよ。ですから、うん、電源の柔軟性は欠けてたんですけれども、うん、電気料金安かったんで、自由化されても、なかなか新電力の侵入っていうのは少なかったんです、ただ、石炭ですとか、水力みたいな、調整しにくい電源が多かったんで、うん、一般世帯向けの夏、電気が必要になった時に、うん、電気カットしてください、その時ペーパーフックもお金も払いますよみたいなね、うん、デマンドレスポンスサービス。 うんですよグラフ見ていただくとどんだけ新電力が入っていないかわかるんですけれどもね、んそんなような会社になってます、はい、こういうふうに安定もしてるんですけれども、これ見てください、石炭化が上がってるし、はい、LNG も上がってるし、特に石炭2.5倍ですよ、2022年、2月の電気料金、上減にいっちゃった、その原因になってますね、このような大変なところもあります、はい、石炭化力多いんですけれども、北陸電力、気になるのは脱炭素ですよね、そうですねこれから脱炭素していかないと生き残れないですよというふうにどうするか、はい、2030年までの目標ってありまして、再エ20億キロワッワーを増やすということを言ってます。う 方法は大体3つなんですけどもつは、ねはい、石炭火力いっぱいあるんですバーガマス混渉しますと、うん、それで CO 減らします、うん、それから水力新たな水力作るだけじゃないんですよリパーリングっていいまして、うん、古い水力の設備入れ替えてもうちょっと出力出そうかなということもします、うん、今あるものをもっと良くするってことですかそうなんですうん、うん、でそれだけじゃまだ足りないんで、はい、例えば太陽光とか,か風力これやっていきたいなってことも目指しているところなんですよね。注目されるのは福井県、阿波羅沖 うん、養生風力ですよ<ー>北陸電力も狙ってます地元の風力なんでね頑張ってほしいなと思いますよね、うん、そうですねこんなことやるんですけどまだそれでも力足りないんでカーボンゼルに向けてていろんな見直しもしもます、うん、例えば協業ということでリニューアブルジャパンですとかループとの提携これも既にやってるところなんですよやってるんですねそれから再エネ100%の電気も既に売ってるんです、はい、水力も電気そのまま売ってるんですけれども、うん、地元優遇メニューとかねあるんですよそれだけじゃなくてコーポレート PPA 電力会社のちゃんとコーポレート PPA つまりお客さんのために発電所を作って電気売りますよっていうところまで、うん やってるんです。例えばセブンイレブン北陸地域300店舗コーポレート PPA で電気売りますっていうね。やそれからエネルギー火力あるじゃないですかカーボンニュートラルエネルギーを買ってきてなるべくそこで CO2 出さないで電気使ってもらいたいなとかやってますでもこれだけじゃないんです地元の考えた料金メニューなんかもありまして例えば割引メニューでも富山移住応援電気なんてもあるんですよ富山とかあちがねに U ターンとかターンして住むと電気安かったりしましてねいいですねそれから地域エネルギー会社作ってるんですよ北陸電力の看板じゃなくていいと地元の会社がちゃんとサービスしてそこで電気も供給してくれればいいってこと うん、例えば日々ふるさとエネルギーですとかなんとエナジーとかそういう会社も設立してるんですよ<ー>確かに電力会社大きいんで、うん、なかなか細かい地域に目が届かないところあるんですよ、うん、でも地域のエネルギー会社だったら地域に対して密着サービスできるじゃないですかそう,です、ね、そういうことも取り組んでるし、うん、それから EV ビジネス今取り組んでいるところなんですよね<ー>電気自動車のこれから電気の主役になっていくんでこれやらない手はないだろうとそれから金沢市のガス事業の買収も計画してるんですよ、うん ちょっと、ね、将来像を見ていきたいんですけれども、うん、電気を売り返しじゃないと、これから地域に流れ、地域をどうやって発展させて、うんうん、地域発展するからこそ、自分たちが成長する、そんなような会社ってのを目指しているところにありますね。その中にはデジタルとか脱炭ンとかいろいろ含まれてます、こんなような会社を目指しているんですけれどもね。うん、ちょっとまとめいきたいんですけれども、はい、確かに直近は石炭価格高騰してまして、電気料金これ上限に入っちゃったんで、結構苦しいところです、しかも過去には、円路による買収、それから未だにそうなんですけれども、関西電力、中部電力の原子力計画などに翻弄されてきた歴史もあります。 どっちか買収するんじゃないかみたいな話もあるんですけどもね。うんはい、その一方で、豊富な水力なを持っていて、地の利を持っている会社なんですよ。そういう意味で言うと、地元に対してもっとクリーンなエネルギー、チャンスを持っている会社であるんですよ。うん、しかも、脱炭素に取り組むんですけれども、うん、脱炭素に取り組むだけじゃなくて、一緒に地域発展もやっていくと。うん、地域発展プラス、脱炭素で自分たちを成長させていくと、そんなようなビジョンを持っています。将来的に考えても、大手電力に吸収されないで、魅力的な北陸地域。北陸地方、ちゃんと作っていって、発展していくとしても、取れるんじゃないかなと思うんですけどもね。そうですね。地域どんどん盛り上げていってほしいですね。 楽しみにしておりますはい、このチャンネルでは脱炭素を軸とした情報配信を行っておりますチャンネル登録高評価通知もオンでお願いしますコメントもお待ちしておりますそれではまた次回